こんにちは、菊池山口の菊池です山口です普段我々はダーツ動画を YouTube に投稿していますお願いしますおーダーツあるあるラジオネーム、えー、ひばりくんの屋根裏部屋ダーツライブの数あるアワードムービーの中でもやっぱり一周回ってデフォルトのアワードムービーが一番好き素晴らしいおお、えー、ライブの人なの <laughs> いそういういいことじゃないライブの人で,でそのアワードムービーを作った人なの,<で>その最初のデフォルト。最終的に無地フライトになっちゃうみたいな。無地 T シャツになっちゃうみたいな。いやでもまあ、俺はね、あの、一周回らずともこっち派だったから、もうめっちゃわかる。いやなんかさ、うん、レーティング18とかでさ、デフォのアワードなのかっこよくね。<laughs> いや <laughs> かっこいいかは分からんけどそのま,あのま,あまずあの昔はねあのなんか和風ライブ2の話なんだけどあの和風の,そのなんかテーマムーーアワードムービーみたいな,なんか波とかロートンで出てくるやつジャイーンって言いながらおことの音とかねベッドでみたいなやつがあるんだけどあれがあの A フラ以上じゃないと買えないっていうあれだったんよ確か。 あれ、なんか、そのなんか、えー、着物の女の子みたいな絵が出てくるやつか。あー、それもあったそれ別途かな。女の子出てきたか、ちょっと覚えてないけど。なんか、ベベンみたいなね。ベベンそれは違うかもしれないです。違うあ、デリデデデリデ,デディディだ。それは、また別のやつです。もう全然わからんかった。じゃあ。いや、<laughs> まあまあ、もうえいライスか北斎みたいなやつ。 えー、そんなのあったっけっまあまあ聞いたら分かると思うけどまあでもえインフラ以上じゃないと購入することもできないやつだったんだそうだからそれを持ってると<ー>まあちょっとステータスみたいなねああの人インフラ行ったことあるんやみたいな、えー、そりゃ絶対的なステータスだねはいでそこを通り過ぎてなんか1 4号の時にいやこれ デフォの方がかっこいいんじゃねみたいな逆にみたいな。もう俺別にエフラの限定のアワードとか興味ないしみたいな感じになれんじゃねと思ってなんかデフォに戻してた時期あったけど、あれ普通にデフォのやつ音がいいよな。うわーどんなんやっけいや、あのなんかあーンって言うやつや。それロ,ロートンの時いや、ロートンの時だね。ロートンの時だね。だ,だよねだよね いンてんテンてんてんみたいな音するやつ。ライブ2はね。それデフォだよね。デフォやね。あと単純に、ライブ3に関してはもうデフォーが良すぎて、もう買う気にもなってない。あー、なるほど。開発側はそういう問題も抱えてるのか。そのいいクオリティで出しすぎちゃうとっていうね。まあまあまあ、確かに。嫌 <laughs> な客だよね。<laughs> <laughs> 無料アプリずっと無料でプレイしてる人みたいな <laughs> 無課金で強いみたいなライブ3のハットの音とかめっちゃいいもんなあれ作曲家にディーディーンディーンディーン,ンたィィみたいなやつあそう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 あそうだわそれあの葛飾北斎のエフラ以上のやつ葛飾北斎ではないんやけどみたいなあのふ富士山のやつねあれねハットの時の初動の音が小さいのよへー なんかドラゴン竜がなんかフワーンって出てくるから、うん、そのなんかもうこっちはさハットなんてすぐペンって,てああ<ー>だからなんか音ちょっと聞きたいんだよねはいはい音出るやつがいいなと思ってデフォにしたんだったかも、はい、なるほどねきっかけはあまあでも結局まあデフォルトに戻ってくるよねっていうこのあるあるってことよねいやまあわかるわ でも、知り合いのあの、ブルー祭り1位の方はめちゃめちゃアワードを買いまくってるから、それはそれでいいけど。ほんと、人によるんやね、その辺って。そうなんやね。なんか、その、俺、意味ありげにデフォンみたいなこと言ったけどね、実際そんな興味ないからでもあるんだよね。おい、外役客じゃねえか。<laughs> いや、違う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 。あの、まあ、あその、こだわりがないからデフォルトにしてるっていう、その、逆にこう、はい、変な先入観持た、 たたれたくないといとうかあのテーマとかエフェクトとかもそうだけどさ、うん、あのだ例えばそこがさなんか今キャンペーンのやつだったらいいよ例えば「ルパン」とかあったじゃん、うん、あと「ラーラ」のやつよかったけどね<か>すげえ前の。なんかそのキャンペーンのやつだったら「あなんかキャンペーンで撮ってそのまま設定してるんかな」ってなるけどなんか<の>そキャンペーンより3年も経って俺まだ「ルパン」「ルパン三世」のやつにしてたらさ「ルパン好きなんかな?」みたいな。 あ別にルパンそんな好きじゃないしだからあのー「ワンピースが出てくれれば俺「ワンピースにするかもずっといくらかかるんやろ、ね、<laughs> いやーどうだろうね俺「集英社」とのコラボまだ見たことないもんなだいやー確かにあのー、15年ぐらい前に「タイバニ」コラボのテーマがあって見たことあるかも待ってそれさ「タイバニ」何回かしてないあ何回かしてると思ううん でなんかねそのムービーテーマーなんかねカウントアップをなんか何点以上何回出すとかなんかあったんだけど確か獲得条件がはい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 まあなんかそれでもらえる最後のやつみたいなのを気に入って使ってる時期あったななんかブル入れるとドーンっていうやつ <laughs> インブル入れるとドドンっていうやつ <laughs> なんかそうアニメとかのコラボとかだと好きなのだと嬉しいよななんかえっ、ー、と フェニックスの方で前、クレヨンしんちゃんかなんかとコラボしてなかったっけえー、え。ちょっとごめん、間違ってたらごめん、ちょっと覚えてない。あの、その、壁紙,紙まで配ってたかはちょっとわからんけど。フェニーの方は、それこそマキノさんのムービーとかさ。はい,はい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 。ニャンみたいなやつあるじゃん。はい、マキノモモカプロのね。はい。まあ、ああいうのもいいよね。まあ、でも。今、ライブ3の方でもやってるけど。まあ、でも結局一周回ってデフォルトに戻ってきちゃうよね。 いやでもどうだろういやあのマミタスコラボのムービーテーマ出てきたらマミタスのまんまにしてるかもしれない誰がすそのマミタスでだ,だけ聞いてアスキャンダルのギターの人ねってなるんだよああ声のサクサクしやってる人ねってなるでしょちゃんといや,こうやってあの曲名って分かりづらいのまた持ってきやがって何で何で俺分かるんだよ <laughs> 山口山口キッズだからな。はい、山口キッズって。<laughs> <laughs> 詳しい。はい、えー、このラジオでは聞くダーツをテーマに、菊池山口がダーツのニュースやダーツ業界のことを話していきます。<い>あ、ごめんなさい、言い忘れてました。あの、ダーツあるあるは、えー、えー、まだ、あ、<laughs> ここ固めてないな。ダーツあるある。 のコーナーナは、えー、募集しております、えー、ダーツ RR、えー、後半である、えー、悲しい出来事に参加してくれる方は菊池の X のマシュマロにダーツ RR もしくはダーツでやった悲しい出来事と一番上に書きラジオネームそれぞれの内容を送ってくださいはい、えー、ではニュースなんですけれども、はい、パーフェクト第13戦群馬9月14日土曜日にありました男子1位1位優勝、えー 砂川豊選手あこの間もゆ別で優勝してたよね何の時だっけこれが、えー、第7戦の福島かでも優勝してますね、うん、えちょっと待って強い強い,強いしまあてか最近ずっとあのなんか要因とかのまでには名前聞いてたんですけど今回準優勝がえー ヒューゴリオン選手。待ってヒュ、今俺も知ったんだけど、ヒューゴリオンさんって、パーフェクト出てんの、うん、え、そう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 。なんか、俺も、ちょっと前にツイッターで、あ、ごめんなさい。あの、X、括弧9ツイッターで知って。だって、めっちゃ強いじゃん。しかも、えー、第9戦からの参戦らしいから。えいなええー、?9 戦からの。 今は13でしょで、11なかったから。あ、まだでももう数回、ほんと。まあなんか強い、めっちゃ強いらしいですよ。めっちゃ強い。<laughs> マジでめっちゃ強い。いやなんか前までユースの選手みたいな感じだったけど、も、ま、う、あ、それでも鬼強いしない。うん。なんか、後藤智也プロが準優勝で、ヒューゴリョン決勝みたいな、なんか脱ライブ。 オープンのなんかあったと気がするな気がュるゴリ五ン選手はね、なんかね、もう多分アカウント変わってると思うんですけど、うん、あなんかすげえ昔、5、6年前ぐらい、いや、そんなに、まあ5年前後、なんかツイッターフォローされて、うん、フォローしていただいて、うんうん、え、これ本物って。 思ったままもうアカウントが多分変わってる。<laughs> <laughs> 俺それでなんか勝手、まあ嬉しいじゃん普通にそんなの。うん、で勝手に好印象を抱いているっていう。うん、山口が。うんともすんとも言ってこないからアカウント変えてしまったやん。いやいやいや影響力いく<や>。過信。DM 送れよ。送れるか。<laughs> え、本物って <laughs> 送れよ <laughs>。まず、言語を。 が英語でいいのかどうだったらまあでもお互いとりあえずだから英語でなんかさ Google 翻訳とかで使ってえ本物って Really? って r e a l y え u Serious? <laughs> <laughs> 音声で送れよ音声,、ね、音声で送れるか知らんけど <laughs> Are you kidding me? <laughs> それバイオハザードで聞いたことあるな <laughs> ああいう記名はいろんなとこでわ、まあ、こんにちはみたいなもんやな。うん、や嘘を言うな、嘘。日本語で言うとこの、かい,いとかと、同じ知名度じゃないですか。うん、で、えー、女子が、えー、大城明里選手が優勝ということで、はい。でも清水さん、準優勝で、あそうですね。これみんな、かさかプロス範囲。 なんか、まあ、最近、見ますね、あのー、X のでいや、あの、菊池くんはね、あのー、0.5秒ぐらい喋ったことがあります。その、なんか、ギリ、ギリ <laughs>、失礼か失礼じゃないか分からんぐらいの秒数やな <laughs>。あのー、まあ、ずっとユースの頃は有名。今、ユースの頃からずっと有名だった選手ですけども、はい、もう、天才少女みたいな感じよね。で、 偉いだったかなかなんかダベタツさんと赤さやかプロまあその時はプロじゃなかったけどあっはいはい、はい、覚えてるわまあご挨拶と言っていいのかみたいなレベルでほんと一瞬だけね、うん、まあもちろん当然向こうは覚えてないと思いますえ,え見た目だいぶ変わったくないそのまあ黒髪だったからねだ,だよねだよね、まあ あと、千葉のヒデ、うん、さんとかといったスティールの大会、うん、スティールじゃないか。スティールじゃないけど、あス,えあスズブラと言った時っしょ俺が。あ、そうそう,そうそうそう。もう俺とヒデさんはロビンが一緒だったね。えー、マジでうまい。結果が言ってるから。上手い綺麗イし。キレイし。山口さん、われんでもその結果も出てるし、写真も出てるから。まあそうでございますな。 ちょっとその優勝メンバーは変わらずほぼ変わらずというかおなじみでしたが、えー、ちょっと入賞メンバーが若干変わってきましたね、はい、若干、まあ、という感じであのパーフェクトがありましたという中、えーまあ、もう大丈夫かな<あ>えちょ一応ねお知らせというかね9月21日土曜日菊池山口、えー、ブバイガワラの D ドランクさんの方で 一日店長イベントやるんでお時間あるよ夜お時間あるよって方ぜひお願いしますお願いしますあのー、まあ一応そのえこれちょっと言っていいか分からんからさ判断してほしいんだけどさ他に21日ってなんか誰がイベントするんだろうって調べたのよはいそしたら、えー、これはラクダスさんの方であのー、鈴木幹選手と えー、その弟子っていうヌーアさんがはいストーナメントで初の指定イベントということで21日にやっておりましていいな指定イベントのまあ,あのこちらは受付終了っていうことでもう満枠らしいんですけど <laughs> なるほどそうそうそうまあ我々の方はあのー、枠という概念がないと <laughs> 店長のかっちゃんさんがおっしゃってたんで ぜひぜひお願いしますって予約とかないんだもんねないって言ってたから多分大もう <laughs> だから当日フラット来てくださいっていうことですよねうんいやまあそのまあだから俺も正直その入りきらんほど来るとは思ってないってところだよ <laughs> <laughs> ま,あま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 あそれをいい意味で ご期待を裏切れるように頑張りたいいとまは思いますけどそしてかつご迷惑にならないような形でね来ていただいた皆さんまあでも別にうちあの俺らの方はさハウストーナメントじゃないからさまあそうですハウスだったらねあれがあるじゃん枠,枠がねでも我々は違いますから、はい、ということで、えー、21日土曜日ぜひお願いします いやでもね今日その満喫で一人でカウントアップをしてたんですけどもはいあの山口さんですよねみたいなお声がけいただきましてわあありがとうございますあの週末のイベントのことを知ってましたよ <laughs> <laughs> いやもうちょっと,あ,とあのイベントもあるんでちょっと練習しないとは,はははみたいなことを言ってたらあー今週末のですよねーって <laughs> ひ,ーひーありがとうございます それは火だわ。ちゃんとかましたあきっちり、ノーブルかましておきました。<laughs> もう見られているということで、もうノーブルを3連続ぐらいかましてました、ね。かますね黙らせておきました。<laughs> 黙ったのはお前やろ <laughs>。ハットトリックが出たらいつもの0.8倍速ぐらいで歩いて、0.2秒でも長くアワードムービーを流そうという。<laughs> まあでもね、まああの、リハビリ中ですけども、ダーツ祭りの時よりは良くなってきたなって感じはしますね。まあまあ,まあまあまあ。あの外れても、そのブル周辺にちゃんと全部収まってくれるような。まあ言って骨折で半年以上投げてなかったわけですしな。ちょっとじゃあ、その辺もお楽しみに来てくれる方は。はい、フォーム変えました。<laughs> 武器生産してる <laughs>。先週末。<laughs> 武器生産したんですね、新しい <laughs>。 生産してみた今<っ>だったし買ったんや新しいの <laughs>、うん、新しいの買ってみたあこれいいなーってまあちょっと当日は脱とか持ってってなちょっとまだ許可取れてないですけど聞いてないんであれなんですけど脱とか脱2長いやつとか投げれればいいかなとは思ってますし脱ガロンハーフイットでしょマスターの<う> <laughs> マスターのグラマス <laughs> グラマスで400点超えるまでとかやってたな昔マジで終わんないんだよあれあと一応ちょっとあのー、何人こういらっしゃるかわかんなかったのであのー、なんとなくであのー、お配りできればいいながもしかするとじゃんけん大会になるかもしれないですけどあのーはい、知り合いのあのー ゆるキャラのボルネーさんっていうのがいるんですけどボルダリングをする壁の妖精なんですけど、はい、が、あのー、菊池山口のイラストの入ったコースターを作ってくれるってことだったのでちょっと<は>注文しましたボルネーめっちゃいいやつやん、あのー、注文しまして、まあ、当日あのー、じゃんけんなり、えーまあ、全員数があればお渡しできればいいかなとは思っております何その妖精めっちゃいいやつ <laughs> フォローしてあげてみんな <laughs> ちょっとみんなでボルダリング行こういやいやいや <laughs> ボルダリングまあ,まあまあただあのボルネーさんは別にそのだからダーツで言うダーツバーみたいなの持ってるわけじゃないから <laughs> いやもうそのボルネーさんにこう妖精からささやかれてボルダリングに来ましたって言ってボルダリングに行こう <laughs> あとボルネーさんからあのその何 受,受注したみたいなのを言っていいかも。まだ確認してないから、あれだけど。じゃあダメだろ。<laughs> <laughs> いや、多分大丈夫、多分大丈夫。うん、もう大丈夫。でも大丈夫、陽性だから、でもない。テレパシーかもしんないし。チョ、うん、コースター、ちょっとある、間に合えば、間に合うとは思うけど、まあ、ちょっと配れればいいかなとは思っております。いいですね。ありがとうございます。あとです、えっ、ー、とほ、他に。 他にあったえニュースちょっと待ってください、ごめんなさい。はい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 、はい、えーまあこの間のダーツ祭りの動画にも、えー、ちょっと出ていただきました、えー、トータルファットの補正さん。山口くん分かりますね、補正さん。もちろん。補正さんが、えー、コラボレーションバレル第2弾が新登場ということで。いや、すごいね。な何が いや第2弾が出るってことは第1弾が売れたってことだと思いますんでそうよねやっぱすげーなえなええトルピードなんですけどはいえー、これ 17.5g かはいはい、はい、えー、<い> 42mm7.4mm ってことでえー、でもめっちゃ投げやすそうなんだよねい,いやんけいや普通にそのシンプルだけど まあシンプルがゆえに投げやすそうってのと、うん、あとねこう刻みのところにね音符とか入っててさちょっと遊び心もあるっていうその音符ちゃん急に世代のお邪魔女ドレミの話し始めてるよ音符ねあれ1段の時も音符入ってなかった入ってたと思うけどちょっと待ってあのうかつにはいいやんその手元にねえからいいわーちょっと待って第1段うん第1段も音符入ってるね えっとあの<お>そのあっちだえー、チップ寄りの方に入ってんのかなチップ寄りの方あのー、第1弾は 1> はいはい 2> 第2弾はあのー、こうあ真ん中に真ん中よりそのシャフト側の方のこうグリップする位置に入ってるこれいいなカットが音符なのええなこれ 4000?5000? 何が そのあの音符のあの線になってる。あ、五線紙ってこと？っていうことじゃないこれ。マジで？五線紙が二個じゃない？え、全部同じファ。ファからのファドファドシ。本当か？<laughs> 本当か？ファドシです。本当か？はい。あのー、解析した結果ファドシでした。<laughs> まあそういう、えー、遊び心もあるバレルで投げやすそう,う。これなんか意味ありそうやなで。本人に聞いてみ、聞いてくれよ。<laughs> 聞いてみます。うん、でも、まあ、ちょっとあの気になる方はぜひ、えー、買ってみてください。うん、はい。どんまよ、あ。うん、投げやすそう。これにしようかな、俺、バレル。 あでも確かに菊池のグリップ的にも合いそうな感じですね。いや今あのストレートがちょっとどうなんやろうと思ってる時期だったからん、うん、トルピードを、まあ、ぶっちゃけあのラジオだから言うけどさ、ね、あのどんなに死闘してもさもうこれっていうのなんて見つかんないじゃんまあそうでございますだストレートかトルピードがとかさカットの感じぐらいはさもうその決まるだろうけど。もうマジで何で何もいいんんだったらこうなんかこううなか 何えー、おっと思ったのを投げるっていうのもありだなと俺思ってるから、ちょっとけん、わいも検討やな。わいも検討。とわいも検討。検討士。検討。検討しえー、そんななんかダーツライブ公式さんの方より、コピー可能なファンダーツを一挙公開ということで、あのー、ポストがありまして。ーツ何があるんでしょう,ういや、いっぱいある。<laughs> もうほんといっぱいありすぎてそのちょっとそのツイートを見てほしいぐらいなんですけどあマジでこんなあんのああすごいいっぱいあるわ手裏剣カラスマグロ マグロじゃねえわこれカジキみたいなやつ対戦して集めをコピーして獲得できるファンダーツを大公開キャンペーンに参加できなくて獲得できなかったなど今持っていないファンダーツでも対戦することで獲得可能なファンダーツがたくさんあります今回対戦することで獲得可能なファンダーツを一挙に大公開ぜひ最後までスクロールしてご覧ください9月13日現在ということで、えー、ファンダーツまああのー、ダーツの画面上で画面のだからその 中でどこに刺さったよみたいなのを 3D で出してくれるんですけどその時の矢がダーツの矢がそのファンダーツと言われる選んだえー、もうなんていうのこれは魚だったらカジキマグロとか花札とか言葉文字のことプリンっていう文字が飛んでったりみたいないうことプリンプリンあるえ送った方がいい見るプリンちょっと見たいっすねいやちょっと待ってあのその あれを送るわ、URL を。そのファンダーツが、まあ、ちょっと俺が話したいのはこれがメインじゃないんだけど、このファンダーツー、まあいろんな、まあいち,いちごは、いちごの、あのー、果物じゃなくて、文字でいちごは初めに食べるみたいなのが、いちごはで1本目、2本目で初めに、3本目食べるっていうこ文字が飛んでくっていう。なるほどね。あ、ハッピーニューイヤーみたいなね。そうそうそう。両、りょオケ、OK、とかもあるね。 負ける気せえへん地元やしわこんなに文字あんのウルトラスーパーサンダーもあるぞああすごいアホみたいなところうわ<ー>わがダーツに食いなし唐揚げにレモンをかけるはもある年齢イコール彼氏いない歴それは随分と攻めたファンダーツやな <laughs> このあのー、何待ってこれさーはい もしかしてブル動いてるっていう文字ファンダーツ発見したんですけどもうん、うん、これ最初に言い出したの俺やろ <laughs> ブルが動いてる説を提唱したのかいやいやどこで著作権利を取ろうとしてんだよこれ1ファンダーツあたり何パーセントになるんやろあるかこんなもんあるか、ね、これあれかカラオケと一緒でファンダーツが1本刺さるごとにやっぱり料金が発生するのかなあるかそんなわけあるか いや、いいですね。このファンタズム。そうなんよね。で。これ。どうやって手に入れるの?これ。いや、わかんない。ないや、でも、これは、あの、コピー可能なやつだから、これ持ってる人の親に会えれば、コピーしてもらえるはず。どうやったら親になれる?。どこで、いや、それ買ったんかな?。何なんだろう?買うのかな。なんか、<れ>よく、よく見るのは、あの、麻雀の範囲の白髪ンと。カラスとカジキマグロと。さっき言ってたブルが動いてるも、よく見るね。 なんか最近さなんか東京シティみたいなファンダーツ流行ってね東京シティえあのえ<ん>模型みたいなやつあそうそう街があじゃあ,そうそうあれはあのご当地ファンダーツだから、えー、東京の人で<ー>東京で投げ東京で投げたらもらえるやつなんだよだから、ねえー、山口のはもう多分もう入ってるよあれそれはうそうこの間獲得したんやダーツ祭り前になんやこれ久しぶりに投げすぎだろギクッ じゃあ、あのその、ファンダーこのご当地ファンダーツの、その YouTube、説明の YouTube 動画があるんですよ。あの、山形プロとか、あの、佐藤プロとか、森田。ご当地ファンダーツで山形プロ、ちょっとややこしいややこしかったな、ないわ。<laughs> が、出てるやつの撮影と編集、俺がやったから、めっちゃそれ覚えてて、結構前やね確かに結構前やね、うん、で、 だからご当地ファンダーツは、だからもうその各都道府県に1個ずつ作ろうとしているとこ、今。まだね、そんなた、うん、えっと、なんあ、もうこんな出てんだ。1、2、22個はもうある。へぇ、えー。で、このご当地ファンダーツはコピーじゃなくて、お土産ファンダーツみたいになるから。なるほど。例えば、その山口。5人までしか配れないとか。あ、違う,違う違う違う。例えば、お大阪かなこれは大阪のたこ焼き はい、だを山口が持ってたとして別の人と投げたとするじゃん、はい、そしたらお土産ファンダーツでその山口のたこ焼きのファンダーツはそのふ船に乗ってなんか何個だこれ8個ぐらいたこ焼きが乗ってる船ごとを刺さるのよ。はい、でお土産ファンダーツはもらそれお土産もらった人はたこ焼き1個が刺さる。 お土産はちょっと違うっていうそのなるほどね<の>遊び心マジで凝ってるだから結構その仕事で出張税の方とかをこれ集めたら結構いいとヒーローや配れれば確かにまあっていうファンダーツがあるんだけど、はい、まあまあまあこれちょっと十分説明はできたからファンダーツちょっとうんってなった人もそんな中、まあ、ファンダーツは皆さんわかるじゃないですかそんな中とある あのー、テーマコレクターの方が X でないそのファンダーツの,その画像みたいなの作って、うん、おそのカスタマイズするところのファンダーツをカスタマイズするところの欄に、あのー、あのワンピースのゴムゴムの実とかナルトの,あのバクって書いてある札みたいな。 あ起爆札ねおはよその「木曝札」<laughs> とかなんかこういうのがあったら受け取りたいですかみたいなツイートをしてそれがちょっとバズってて起爆札めっちゃええやんそうそう「ファンダーツズで」にその起爆札がなって飛んでくみたいなまあそこまでは作られてないけどうううういいですねっていうのでまあこれに関しては私がデザインしたので それは架空の想像ですっていう話なんだけど。コラボでさ、うん、そういう大きな何かと。マジでいくらかかんのかわかんないじゃん,わかんないでも者コラボってことしゅ者コラボまでやっちゃったらもう大変だよ。えでも結構ジャン、ジャンプの人作品とかでもえぐいよね。そうなんだ、もちそうばがわか,か,かんない。まものによるんやろうけど。でもその 企業的なつながりがないと難しいんじゃないやっぱり。やっぱ例えばさ、まあ、あのダーツライブはさ、ね、セガじゃん、つながりゴリゴリ。<ー>だから、龍が如くとかめっちゃコラボできるじゃん。確かに、ソニックとかもそ,かそ,う,そうそうそう。それがそのどういうつながりを持ってるか、逆につながれない可能性だってあるだろうしただ、その、ね、あ,あったら欲しいファンダーツっていうので言ったら、起爆札めっちゃいいよね。 起爆札めっちゃいいね。ちょうどじゃん。もうだってそういうものやし。うん、だって、まあ、あれ下人でもレーティング18ないとおかしいからな。あ,あ<れ>そうだよ。あんな狙ったとこにくない飛ばしてあ。あの世界観で言ったら全員レーティング18で、忍者は。あれ、忍者アカデミー卒業するまでにレーティング18になってるってことでしょ、最低でも。いやいや、もう最低でもどこの騒ぎじゃないしょ。だってあいつら距離もさ、<う>あの関、関 なく動きもさありながらしかも速度が速くないとさダメじゃんもうくないなんてああだからダーツの本質だよなううあれがだから狙うということっていうことないよ、ね、だからみんなダーツなんてやらしたらもうえこんなんでいいのっていうぐらいのレベルでしょナルトたちはえもしびばっかになっちゃうジャパンが <laughs> 忍びだ忍びだらけになっちゃう <laughs> <みんな笑>誰も勝てんってフィルでも無理やフィルでも無理やね PDC もないんだつばっかり、ね。でもだから、成り立たないよね。成り立たない。あいつら来ると成り立たねえんだよなっていう空気になるよ。でも初期の BDO 対 PDC みたいになっちゃう。成り立たねえんだよなって。結局、<laughs> ナルトかサスケが勝っちゃうしな、フィルニーみたいな、うんあ合。合コンの後でたまたま二次会行った時のダーツやってる人みたいになるそうですね、うん。え、つまんな,って,な,まんなって。んなって。 絶対勝てんやんってなるし、じゃあ、左手でっていうのがさ、できるけど、俺らは。あの、ナルトたちは右、左関係ないからね。ね両方できないと、あの世界指に3本ずつ挟んで、フィアかカカカカカンってやってるもんね。反則だよね、ダーツでやったら。もう反則。あでも、スティールだったらいいのか。もう、スティールだったらいい反。反応関係ないもんね。三 3, 3本いっぺんに投げてもいいんじゃないのワンチャン。あ、でも、なんかルールがあるのかな。 まあでもさすがに1スロー、まあ、そのスローの定義はもう見た感じでって感じにするだろうけど 1>, うん、うん、1スロー1本みたいな感じなんじゃんまあナルトたちも本気で狙うってなったら1本ずつ投げんじゃねえの知らねえけどいやマジで浅め前やと思うなんで俺らこんなさ空想のダーツの話で盛り上がれるんだよ <laughs> 本当よ、まあ、ないものをあるものにできるそれが俺たちイ e、yeah. <Yeah. S 1> 誰か誰か俺らを止めてくれ <Yeah. S 1> 止めてくれー <laughs> ー、はい、なんか面白そうなファンダーツこれ募集してちょっとあの募しします<ー>面白そうなファンダーツの案があったら菊池のエックスのマシュマロにあの空想ファンダーツって書いて送ってください。はい。あのー、お願いします。 何個がたまったら紹介まとめて紹介しようと思いますいつ,いつかどこかのタイミングそ,で、ね、そしてダーツライブさんに提出すると <laughs> 提出する権限がないか <laughs>、まあ、確かにあ,あのなんかこれが人気でしたわけどね,ね<ー>なんかの時に面白いまあコラボじゃなくてもいいし、ね、普通にこれ飛んでったら面白くないっすかみたいなあ布団とかめっちゃよくねあ布団が吹っ飛んだっていうことそうなるほど よくなさそう。よくなさそうだな、なんか。まあ、ふっと、まあ、なんか、刺さったってダジャレあったらなんかいいけど。でも、布団がふっとんだが一番有名か。まあまあまあ。はい。勝手に、あの、空想ファンダーツ募集しておりますので。はい。よろしくお願いします。お願いします。えー、そんな中、えー、フェニックスダーツ公式さんより。 釣りキング、明日開幕、これ、明日ってだいぶ前なんで、11日のもう開幕してますね。何、釣りキングって、えー。リアルフィッシングの遊び方を動画で事前にチェックしよう。これであなたも釣りキング。えー、釣りのなんか、新しいパーティーゲームみたいなの出たっぽくて、うん、まあ3頭使って、その、何、魚を釣るんですよ、とにかく。 1>, なんか1投目でこのゲージあのメーターみたいなのがあってそれを真ん中に合わせてこう強多分竿を投げる強さだと思うんだよねこれ遠くまで飛ぶかどうかの1投目が、ね。2> なるほどで2投目でその魚がそのボードの周りを泳いでるのを魚がいるエリアを狙って投げてボードに当ててここだっていうのを決めて、えー、魚が青色のエリアに入ったらまた投げてか 捕まえるみたいな3頭かけてね、うん、ちょっと全然伝わらんかったと思うんで見てください釣りキング <laughs> ちょこれ説明むずいわさすがにまあむずいなそう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 たくさん釣って図鑑を完成させよう釣り経験値を上げると釣りレベルもアップヒット場所によってボーナス経験値もゲット大物をゲットして上位ランキングを目指そうなるほど釣れる魚50種以上 最大サイズと累計サイズとかで、こう、月によっても違うんですね。違うんやね。結構、めっちゃ手込んでるな。昆虫王者、釣りキング。おっと、おっと、それは、一番あかんで。ウシュキングって確かセガじゃなかったっけ一番ダメや。<laughs> 何を言うとるの俺は。<laughs> いやスーパーカワセミハッカかますところだったわあぶねえ <laughs> いやた確か虫キングってセガじゃないっけあそうなんやあのなんかこないだ虫キングとあと何だっけきょ去年だったかなあの,あの女の子の着替えるやつあるじゃんあるねあのあれなんだっけ虫キングセガっぽいぜやっぱり虫 <laughs> キングめちゃめちゃセガだ <laughs> <ー> <laughs> はいアウトーあー いやあの俺さ会話ができないから、うん、あのツリ <laughs> キングの話してたじゃん今、うん、あの昆虫王者ってこう言った時だけ別の話してたんよねごめん何何君 <laughs> 抜きみたいなことあそうそう関係ないとこでつただ昆虫王者って言って、うん、あツリキングの話してたんだったわと思ってツリキングって言っただけやからそれとこれは別のことやもんねあそうそうそうななどうしたん あ、ラブベリーだ。あ、ラブベリーだ。あの、虫キングの横に置いてあるやつ。あ昆虫王者ラブベリーね。<laughs> もうそれもれラブベリーもせがないよ。ひどいね、俺<ら>。え <laughs>、女性、どっちも一気に行ったのすげえよなー。 まあ,まあ、あれなんす数年前にもう一回流行ってたよねラブベリー。そのリバイバルみたいなことというか、あの数年前、去年かおとし何周年か記念で。あ、なんかショップが出たんだけど。そう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 。その時にまた。たもう大人になった女の子たちがあ、懐かしいみたいな感じで来てたみたい。それとは全く関係ない釣りキングなんですけど、漁,漁,漁業王者釣りキングなんですけど、漁業王者釣りキング。 ねえツリーキングなんですけどまあ、まあ、ツリーキングプリンセスなんですけど <laughs> <laughs> どんどんダメにしてくれるなんかポイントチャンス商品とかなんかあるらしいんで、えー、なんだこれは、えー、10月の商品あランキングイベント9月の商品10月の商品あなんか入るともらえるんかな えなんかもらえるっっぽかった最大サイズで競うのが9月とかで累計が10月とかって書いてあって、うん、もうなんかおもろいやおもろいやこれでもできるきょ筐体決まってるでしょあの普通のフェニーじゃできない職人<ー>じゃないとダメとか、うん、なるほどね釣りあの周りの画面がないと無理だからあそうなんだ多分多分ちょっとねそこについて全く触れてなさすぎてね 私は今なんでと思ってますなるまあちょっと遊んでみてください、皆さん。はい。ランキング入ったぜって言ったら、あの教えてください。そんな中、えー <laughs> えー、スーパーダーツ2025クオリファイヤラスベガスの開催がって <laughs>。おい。<laughs> 決戦はラスベガス。ラスベガス 俺、最初信じれなくてラスベガス再検索したもん。ラスベガス再検索本当にベガスか。いいはいまあ、ここ、えー、スーパーダーズ2025の出場権をかけた熱き戦いがエンターテインメントの街で開催されます。スーパーダーズ2025クオリファイア、通称 SDQ は。 国や地域、年齢や性別も関係なく誰もがチャレンジできるオープントーナメントです。優勝者にはスーパーダーツ2025の出場権、上位進出でワールドカードトーナメントへの出場権が獲得できるセカンドチャンスも。詳しい日程って、大会はご自宅いたしますお楽しみにということで、やることは決まりましたが、いつかはまだ決まってないという。ベガスかー。でもまあ10月なんじゃないかな、この感じ。 スーパーダーツではなく、ベガスに来たい人だった。いやいやな、そういうのにカコつけて、ベガスに来たい。あ、まあ、10月じゃない、秋予定としかまだ決まってない。やっぱ俺、ハングオーバー好きだからさ。やっぱベガス行かんと。聖地だからね。聖地です、ね。<laughs> ハングオーバーの聖地巡礼しないと。うん、テキーラ飲んでから返しと。まあそういうのもあるので、ぜひ、ラスベガスにお住みの方は。お住みの方は、ね、お住みュリのリスナーは。<laughs> はい、ラスベガスにお住みの方がこんなラジオ聞くかで、ね、<laughs> 1>, 1人ぐらいいるんじゃないラスから、ま、ラジオは聞いてないかもしれないけど登録してくれてる方の中に1人とかいそうな気するけどベガスって住むとこじゃねえかまあそうかまあ近くにお住みの方はかじゃまあそもそもそのなんかラスベガスっていうのがこの俺らはあの華やかな場所としか思ってないけど 新宿区って広いやんみたいなことの可能性もあるし、そんな中、先週の土日に、えー、JDO マスターズと<お>、えー、ATDO オープントーナメントがありました。<お>はスティールの大会ですね。はい、えーと JDO、ジャパンダーツ・オーガニゼーションズという団体が行っているスティールの大会です。で、いやいや,いや、もう勘弁してくださいよってなるじゃん。この間、JSFD とか、えー、WDF とか、えー、PTC はまだわかるけど、もうわかんないですよってなるじゃん。わかんないです、えー。一応調べました。えー JDO= ジャパン・ダーツ・オーガニゼーションズとは、えー、1986年以来全国の各ダーツ団体がダーツの普及に努めてきましたその各団体の競技日程やルールなどを表記し統制を取る機関として誕生したのが JDO ですとこの党機関の誕生により日本最大級のダーツ組織となり、えー、に全国ツアーを開催しながらさらなるスティールダーツの普及を願い活動しておりますと えー、1986年ってことは、えー、だまだまだかなりの脱黎明期の時期ですけど、えー、その頃にえー、まに、あ、作られたというか、結成した団体ということで。うん、<laughs> なるほど。はい。ちょっとごめんなさい。あのー、まあ、調べる時間はあんま取らなかったっていうのもあるんですけど、これ以上のことは何も分かりませんでした。なるほど。まあ、お知らせだけでも、ね。TDO とかとの関係性も分からんし。 関係ないんじゃないそれは。TDO TD は何東京の T、東京ダーツオーガニゼーション,ションあの、いわゆるスティールのリーグだよね ?TDO だと。そう,そうだね。でもなんか KDO とかもあるし、ODO もあるし、大阪だったら。もうなんかそれ、枝分かれなのか、ただ名前を募集してるだけなのか。ODO <ー>は <え>親と子の,関係なのかいや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 ,いやい、ねち、ちょっと待って、ちょっと待って、それはおかしいねそれはおかしい大阪だと大会名称が ODO ダーツトーナメントになってるのよ。大阪ダーツオーガニゼーションだよねさすがにこれ ODO は。あ、そうでございますね。はい、謎が深まる一方で。しいでもしなんか TDO が確かそういうトーナメントあったと思うから。じゃあ今回、でも、でも東京。 ATDO ダーツトーナメントは、オープンダーツと、オープン東京ダーツオーガニゼーションってこともしかして ATDO?ATDO AT ダーツトーナメントが、わかんないですね。ごめんなさい。ちょっと本当に、あの、誰か詳しい方いたら、あの、菊池の方の、えあれ、なんだっけ、マシュマロに、X にあるマシュマロに、ちょっと URL 送ってください。ここに載ってるよっていうの。 で、非常に難しい上に一応あったよってお知らせだけっていうのはあのリザルトが出てないんですよまだはいはいなのでちょっとで JTO マスターズはが多分その何登録してる選手のランキングのやつでこっちの方その後にやった ATDO ダーツトーナメントがオープン大会なんじゃないかな多ちょっとここら辺分かんないですけどこのありましたよっていうのとちょっと今後我々はこの 秘密を知るためにジャングルのお口へ行くことになりそうですね。よろしくお願いします。難しい。本当に調べても、まあ、調べ方は足りないって言われたらそこまでだけど、出てこなくて、うん。申し訳なすび。なすび。なすびですが、えー、うわ、もうこんな時間になってるが、いやー、これ、うん。 これはいっか <laughs> ちょっと炎上しそうというか俺らに火の粉がかかりそうな内容だったので怖,<っ>怖いよねえー、取り扱ってほしいニュースがあれば概要欄より菊池の X 括弧 QTwitter のマシュマロにダーツニュースとか一番上に書きラジオネームニュースの内容とソース括弧 URL をお送りくださいお願いします 我々はメンバーシップを始めましたオープンチャットで山口くんが質問に回答したりフォーム動画,を見動画を送っていただければそれを見て回答いたしますので気になる方は概要欄よりお願いいたしますでは行きましょう、えー、2個目の企画、えー、ダーツであった悲しい出来事このコーナーはリスナーさんから木口の X のマシュマロに送られたダーツであった悲しい出来事を紹介していきます、えー、ラジオネームムーム満喫にダーツをしに行ったら空いてなくて とりあえず隣のビリヤードに入り様子を見ているとダーツを投げてないで漫画を読んだり携帯をいじったりスロットをやったりしているやらないなら変わってくれと思う,うわ気持ちはわかるって感じやねまあ気持ちはわかります、ねうん、気持ちはわかるわか、うん、悲しいでも俺この状況になったことないかもまあある時もあるか ある時もなんか山口と投げ行った時に大パンパンやんってなって一旦ビリヤード入ったりする時あったじゃん同じように、はいはい、めちゃめちゃみんな真剣に無限に投げてなかった <laughs> 無限に投げてたぶん <laughs> ねそういうのってまあ俺が行くとこはだけど終電過ぎてからその始発まで時間潰してる人たちが 多いイメージやなああはいはいはいまあでもさそのスロットが設置されてるってことはその基地というかそのエリアに、うん、まあもうダーツビリヤードやってる人が暇つぶしでやってくれてええでっていうものなわけじゃん、うん、ってなったら難しいよね解釈がそのスロット用のパックというかねスロ,ットスロットを席にして スロットを打つ人は30分いくらとかっていうのでそうなってんだったら問題だけど制度上、まあ、仕方ない気もするからまあ単純に悲しい出来事、まあ、そうそうそうだからムームーさんもこれに文句あるとかじゃなくて悲しい出来事っていう、はい、一番適切なお題に対して適切なご応募ありがとうございますあ難しいよな 開くかもと思って待っててそのさあ例えば開くかもと思ってビリヤード入ってさ<ー>こうじーって待ってたらさなんかスロット回してていやースロット打つなら変わってくれよとか思ってでもまあスロット売ってるってことは飽きてるからもう出るんかなとか思ってたら、うん、急にスロットが当たり出しちゃったりなんてしたらさまあそうだねうわ<ー>当たり出しちゃったりしたり突然4人でまた大盛り上がりダーツ始まったりもするしな、うん もうどうしようもない、うん、3時間パックで入って1時間半入れないとかたまにあったもんなあそこはいああまああの時めっちゃ人多かったもんなまあ激安だったからなそう激安の電動してたもんなはい えー、ダーツあるある悲しい出来事に参加してくれる方、菊池の X のマシュマロにダーツあるあるもしくはダーツであった悲しい出来事と一番上に書きラジオネームそれぞれの内容を送ってください、えー。少なくなってきております。皆さんお願いします。ではエンディングです。いやー、今週ついにイベントですよ。緊張するんごねー。うーん、ちょっと本当に緊張というか。 まあでも、普通に楽しみやけど、ねうんあのー。ただ俺、イベントに行った経験も少ないから、こう何をどうしたらいいかがちょっと分かってないかもっていうところが不安なんだよまあそれは店長なんで。まあ確かに。菊池がお店を回せばいいマ、ね、回しちゃっていいの。い踊る菊池御殿始まっちゃうよ。シフトとかも組んじゃっていいし。うん じゃああの今そこにいるあのけ警護さんと誰ルさん <laughs> あの水曜日で早 <laughs> んです早 <laughs> <laughs> んです <laughs> あれ10月のシフト出しちゃったっけとかっ言って、ね、もう出てるかさすがにちょっと出れない時は代わり見つけてよ <laughs> 当日じゃなくてさ 何のために希望を聞いてるか分かんないじゃん。はい、こことこことここ、た人足りません。<laughs> 人足りませんよ、誰かーって。人事、えー、バイト募集できるかも。えー、スズブラがワンオペになっちゃうよって。<laughs> いや、スズブラバイトしてた。<laughs> <laughs> 密告しないと、会社に。会社に。この人、復業してます。わ<ー> <laughs> <laughs> 業 OK、かもしれないけどまあ,まあ普通にだ <laughs> 最近そういう会社多い、ねうん、いやいやもう時代の流れでしょそれは、うん、そんな感じでちょっとまあ頑張っていきましょうはい,ということでありがとうございましたありがとうございました